どうも、占い芸人の増方一馬です。はい、今日はですね、4月の12星座別運勢について占っていきたいと思います。はい。で、実はこの2024年の4月っていうのが、まあ、西洋占星術、占い的にすごく大きな出来事がある節目の時なんですね。今年のその4月っていうのが、まあ、12星座を12年で一周する木星っていう星と84年で一周する天王星っていう星がこうぴったり重なるタイミングなんですね。これ14年に1回くらいしか起きない、まあまあ珍しいことなんですね。木星っていうのはラッキーを司る星で、天王星が科学とかね、そういうのを担当する星なので、この時期ってなんか科学とかなんかそういう宇宙系の発展やいいことが起こるって、まあ、言われてるんですね。なんか近いところだと、これ前回のこの木星と天王星が重なったのが2010年の6月なんですけど、この時は惑星探査機ハヤブサっていうのが世界初ね、小惑星から土のサンプルを摂取して帰ってきたっていう、なんかすごく宇宙科学的な飛躍があった時期と重なるんです。なので、だから今年の4月後半、4月21日に、まあ、木星と天王星重なるんですけど、なんかそういうビッグイベントあるんじゃないかって思いますし、何かしらの思いもよらない発展やラッキーが起こりやすくなるのが、2024年の4月なので、はい。それでは、12星座見ていきましょう。お羊座の方はですね、自分がやっているお仕事、仕事で意外な成果、思っても見なかったようなラッキーっていうのが背中を押してくれて、何かいいことが起きると思います。まあ、転職っていうよりも今やってる仕事の中でやり方を変えてみるとか、直感でひらめいたことを言ってみる。仕事でやったことないやり方試すってなかなか怖いけど、ちょっとやってみていいと思います。で、ラッキーポイントが持ち物運も良くなるんで、だから自分が今まで手を出したことないブランドか、手を出したことのないジャンルの洋服、それ買ってみるっていうのは、4月のお羊座の方の、開運行動だと思います。お牛座の方はですね、まあその、木星と天王星の重なるのが牡牛座で起きるので一番ラッキーですね。自分をきっかけで周りにブームが起きる、ちょっと大げさだけどそのぐらいのことが起こりやすい時なんですよね。なんか普段よりも思わずポッて言ったことが周りにすごい影響力、インフルエンサー的なことを、引き起こしやすい時だと思うので、で、やったことないことがキャラになるんで、なんかもう本当に自分のキャラ編ですよね。高校デビュー、大学デビュー、社会人デビューしてみてもいいと思います。で、ラッキーアイテムが、もうとにかく最新のものです。天王星ってやっぱり発明とか改革なので、結構その時代の最先端が良かったりするので、ちょっと新しいもの手に入れてください。牡牛座の方、最高です。双子座の方はですね、インターネットや、何か自分の持ってるアカウント、そういったものでの発言が、何気ないものがバズる時期ですね。どういう経緯でかわかんないけど、有名な方にリツイートされるみたいなことがあるかもしれないですね。バズってるものを見てもいいですね。そこから影響も受けれる。何かこのバズるっていうことを双子座さんはちょっと4月意識してみるといいのかなって思います。ラッキーアイテムがアカウントなんですけど、宇宙に関するものいいかなって思います。地球がこのぐらいで太陽がこれで、太陽より大きい星があって、どん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 このどんどん星がでかくなってて、最終的に地球こんなになる果てしない動画、そういうのを見ることで、なんか自分ってなんかちっちゃいだなみたいな、なんか宇宙や科学系の動画っていうのはちょっと運気上げてくれると思いますね。蟹座の方は新しい友達や友人グループに思い切って飛び込むっていうのがなんかラッキーだし、誘われるかもしれないですね。年齢や国籍の違う本当に多ジャンルの方とのつながりが良くなるんで、なのでちょっとオープンマインドにしておいてください。なんかいかなる友人のこうつながりでもいつでも飛び込んでやるぜっていう風に思っておくことが、4月の蟹座の方の開運行動ですね。ラッキー行動がそれこそね、 SNS を始めることですね。始めてる方はまあネガティブじゃないタイプの裏垢ね、
映画のことしか言わないアカウントとかね、お笑いのことだけを言うアカウントとかを作ってみるっていうのが、ちょっと4月の蟹座の方の開運行動です。はい、獅子座の方は偉い人に急に褒められます。例えば仕事をして褒められるとかではなくて、自分が意識してないことを上の人が、見ててくれるっていうのが、4月の獅子座の方に起こりそうなラッキーです。まあそれこそ4月ってそういう時期でもあるから転職もいいかもしれないですね。転職しない方だったらちょっとその上の方が急に褒めてくれるっていうことはちょっと期待してもいいかもしれないですね。でラッキー行動がむちゃくちゃ変な目標を設定することですね。普通だったら立てない目標がいいですね。僕今ちょっとジム通ってるんで、ちょっとベンチプレスってですね、あれをもう本当に50キロ早く上げれるようになりたいなっていうのが目標として今あるので、普通だったらスルーしちゃうことを目標として設定するっていうのは獅子座の方の4月の開運かもしれないですね。乙女座の方は旅行してみるとものすごい自分の中の価値観が変わる時期ですね。うん、なんかその旅行中って結構普段と考えないようなことを考えたりするので、そういう時にひらめくとか、旅行に行った先でなんか自分が思ったことっていうのがそれを作り上げてくれるような、そういう運勢ですね。開運行動は星の綺麗なところに行くことですね。長野県とかね、それこそ沖縄とか、なんかこう真っ暗で星を見るっていう、4月だからぼちぼち暖かいんで、ちょっとそういうものを見るっていうツアーをね、自分の中で立てると運気が上がるんじゃないかなと思います。はい、で天秤座の方、そのものズバリ思わぬ臨時収入です。なんかこのギャンブルってあんまり良くないけど、この4月だけはちょっとね、ちょっとだけやってみてもいいかもしれないし、あと、まあ、お小遣いもらうとか、あと忘れていたお金、なんかそういえばあの人に3000円貸したとかあるじゃないですか、そんなのがこう急に入ってくるっていう、結局プラマイゼロなんですけど、そういうラッキーがありそうです。なんか一番わかりやすいラッキーですよね、そういうなんかお金のそういうね臨時収入って。開運行動はちょっとしたギャンブル、まあスクラッチでもいいし、一番くじとかでもいいかもしれないですね。だからそういう、まああんまりこうね、大金突っ込むのは良くないんですけど、何かそういうもらうっていうので、期待してないものをもらうっていうのが、4月の天秤座さんにありそうなことなんで、で、サソリ座の方、恋人、もしくは、まあ相方、仕事の上での重要な人との間に、すごく変わったルールができそうですね。あと、めちゃくちゃ変な思い出が、大事な人との間にできるっていう運勢かなって思います。ここでだけ共有できるみたいな、僕がいつも出てる劇場とか一緒に共演する芸人さんとかと、去年の12月に百鬼夜行ツアーっていうね、こう夜行バスで大阪にお客さんと一緒に行くっていう、とんでもない人生でもなかなかないような思い出をみんなで共有したんですけど、ここでしか話せないような話題みたいなのが、盛り上がりそうなのがサソリ座さんかなって思います。で、なんか喧嘩になりそうでならないんで、なんか恋人や大事な人との話し合いもなんかその時してみるといいかもしれないですね。ラッキープレイスなんですけど、科学館、ちょっと変わったお店なので、なんかデートする時に普段だったらね、なんか遊園地とか動物園行くかもしれないですけど、博物館とか行ってみるのいいかもしれないですし、打ち合わせ場所になんかちょっとその面白いお店ですね、なんかちょっとメニュー変わってるとかコンセプト変わってるとか、そういうお店での打ち合わせっていうのが運気を上げてくれます。伊手座の方は自分だけに任されるルーティーンっていうのが増えそうですね。面白い仕事振られるとか、ちょっと面白い人の相手させられるみたいな、責任は責任だけどちょっとなんか普通の重圧とは違うようなものを、背負わされるのが4月の伊手座さんですね。なんか職場や仲間内での問題を偶然に解決できるっていうラッキー、これ自分のラッキーでもあるし、その場所でのラッキーでもあるから重宝されそうですよね。ラッキー行動はパソコンを可愛らしくすることですね。パソコンや、まあ、電子機器がいいんですけど、なんかシール貼ったりね、なんかちょっとデコってみたりするっていうのが、なんか運気を上げてくれると思うので、お仕事の中ですごくいいことが起こるっていうふうに思っていてください。ヤギ座の方はですね、すごく変わった趣味に目覚めそうです。今までずっと好きだったアーティストの作品の中で全く注目してなかったのに、なんか心惹かれるような時期ですね。自分の趣味の中でちょっとしたラッキー、今まで、流していたものがガッとこの心にぶっ刺さるような時期ですね。はい。で、ラッキー行動が、なんかこの、
音楽でもなんかエレクトロニック、テクノっぽい曲を聴くとか、映画では SF を見るとか、なんかそういうちょっと最新系の宇宙を感じさせるようなエンタメっていうのが、ちょっとヤギ座の方の運勢上げてくれるんで、ちょっと取り入れてみてください。水瓶座の方はですね、部屋を模様替えするとなくしてたものが見つかる、なんかそういうラッキーがありそうですね。家の中にラッキーがあるし、家を片付けることにラッキーがあるっていう、ありますよね。なんか本の隙間にこの1000円あったりとか、部屋の掃除っていうのはもともとねやっていいんですけど、部屋の掃除をすることでちょっと、何かが見つかるような時ですね。ラッキーアイテムが宇宙系のポスターや小物です。いや俺めちゃくちゃあるからね、宇宙系の小物とか、だからそういうものを部屋のインテリアに取り入れるっていうのが水瓶座の方の開運行動です。はい、魚座の方はですね、通勤や通学の経路を突然変えてみるっていうのが開運行動ですね。そうすることによって、なんかアイデアがひらめきやすくなったり、あと面白いお店を見つけやすくなったりするんで、で、なんか開運行動としてやっぱり読書があるんですけど、通勤通学の時の読書っていうのがすごく自分を豊かにしてくれる、そんな運勢なので、ちょっとね、今まで電子書籍取り入れてなかった方はこれを機に電子書籍取り入れるっていうのは、開運行動の一つですね。まあ読書の時間帯っていうのをすごく大事にすると魚座の方はいいので、通勤通学中のひらめきを大事にしてみてください。はい、ということでですね、2020の4月は2024年の中でもかなり大きな動きがあるタイミングだと思うので、僕は正直楽しみです。4月後半の、あ、私こんなラッキーありましたとか、そういうのがあったらぜひともコメントに寄せてみてください。ありがとうございます。